マリー・フィルマン・ボクールは、フランスの動物学者、版画家である、パリに生まれた。1861年に、タイに派遣され、タイの動物の調査を行い、重要な標本を持ち帰った。1864年から1866年の間、オーギュスト・デュメリルと共に、メキシコや中央アメリカの調査旅行を行い、1870年、デュメリルと共著で、爬虫類、 両生類の研究を出版した。1870年に、不仏戦争で、デュメリルが没した後も、レオン・バイアン、フランソワ・モッカール、フェルナン・アンジェラと編集を続けた。1833年に、ベイアント、協調で、巨類の研究を出版した。キャロネクテス・ボコーティ、フォーバー・シンカス・ボコーティ、タンティラ・ボコーティ、クレイナプシス・ボコーティ、 クラウガスター、ボコーティなどの動物にボクールの名前が付けられている。画家としては版画を得意として、博物画だけでなく、同時代の人物の肖像画も描いた。ありがとうございます。